皆さんこんばんは、濱家の剣持です。本日ご紹介させていただきますのはこちらの方、ファクトリー900の最新作 FA241 のカラーフレームをご紹介したいと思います。まずはこちらのホワイトから。裏地がですね、ピンクとブラックの貼り合わせになっているという3層のフレームになっているんですけれども、カラーフレームでこそこのファクトリーの凄さというのが垣間見れる部分が実はございます。このレンズ横のフローティングのカット部分ですね、通常ですねこういったカットを入れますと裏生地のこのピンクや黒がですねここに見えてくるものなんですけれども、ファクトリー900ならではの独自の製法を使用しておりますので、ホワイトがそのままで鋭角なカットを施してあるというアイテムです。これなかなか普通できない構造になっておりますので、ファクトリー900ならではです。またこのピンク、ブラックのこの独特のラインですね、これも圧縮して作ってあるファクトリー900でしか成し得ないデザインです。実際にですねかけたところもご覧になっていきたいと思います。まずこのホワイトなんですけれども、ピンク入っているんですけれども、正面から見ていただくとほとんど裏地のピンク見えません。この角度を変えると現れるという、このあたりもですね非常に楽しいカラーリング使いになっています。こちら女性が使いやすい、アイテムだなと思っていたんですけれども、何人かのですねお客様に見ていただきましたところ、男性にも非常に好評なホワイトになっております。またホワイトを使ったフレームがですねもう一色ございます。こちらの方、紺とイエロー、そして鮮やかなホワイトの組み合わせのアイテムです。こちらもですねかけますと紺の部分がですね表になっておりますので、非常に使いやすいカラーリングで、なおかつスポーティーな印象あふれるアイテムに仕上がっています。こちらもですねなかなか人気のあるカラーになっております。非常におすすめのアイテムです。また他にもですね、IOFT の時に私が、かけてアップしたアイテムなんですけれども、こちらのブルーですね、テンプルやですね裏生地、鮮やかな透明感のある生地が使用されているんですが、ちょっと変わったフレームです。画面ですと、こちらの方がですねブルー系のカラーに見えるんですけれども、肉眼ですと実はバイオレットに見える、透明感のある生地が使われています。こちらの方はですねかけるとこのような印象のアイテムです。今までにファクトリーでは採用されていない、生地使いですね。なかなかこちらも楽しいカラーになっております。そして楽しいカラーといえば、話題になっているこちらの迷彩塗装柄、裏にですねオレンジの他にブラックと思いきや、実は裏はですね、ネイビーとパープルの組み合わせの生地になっております。かけると迷彩塗装柄なんですけれども、この鮮やかなオレンジ、非常に楽しいカラーリングです。そして定番どころで人気のあるこのラメの入ったレッドですね、内側もですねラメの入ったブラック系の生地との組み合わせになっており、非常におしゃれな生地使いの色です。こちらもですね非常に肌なじみのいいレッドになっておりますので、人気のカラーとなっております。本日ご紹介させていただきましたのはファクトリー900最新作 FA241 のカラーフレームです。どのカラーも非常に魅力的です。どうぞよろしくお願いします。本日は以上です。